おはようございます。スイカリンゴチャンネルです。お元気でしたか皆さん。2冊の雑誌を紹介していきます。最初の1冊目はスイート10月号増刊、大感謝プライス、価格1100円税込み、ジェラートピケ、ふわふわパンダチャーム&パンダ総柄ポーチ、今話題のパンダです。約パンダチャームが全長13センチ、ポーチが縦16センチ、横20センチ。チャームがゴールドで可愛いです。あ、なんか可愛いです。どこが可愛い？ちょっと一瞬分かんなかったんですけど、分かりました。あ、可愛いです。ここのタグも可愛いです。ちょっと横向かせてあるパンダなんですね。違うような気がするんですけど、まあ、かわいい。あとポーチです。いろんなポーズのパンダの総柄。総柄のため柄の位置は写真と異なります。縦16センチ、横20センチ。中のパイピングもよくされてて、裏地もついててすごくいいです。マチは全然ないんですけど、たくさん入りそうです。入れてみました。ゴールドのファスナーも取っ手っていうか持つところも持ちやすくてスムーズなんで、どこも気に入ってます、ね、あ、入れてみましたね、これ。あら、はい、入れてみました。たくさん入ります、思った以上に。この大きな景品はどうかな。あ、入りました。中に入れたのは雑誌景品のアイシャドウです。これは買ったアイシャドウです。やはり大きな取って、ティッシュも取ります。閉まらないですからね。あ、このゴールドのチャックが大好きです。シルバーよりゴールドの方がゴージャスに見えますから。これから秋冬に活躍しそうなポーチです。次の11月号の付録は10月12日発売、パリ発ライフスタイルブランドメゾンキツネが展開する大人気カフェブランドカフェキツネが初登場。増刊号付録はドリンクホルダー&マルセバッグセット、お求めはセブンネットショッピング、セブンイレブンで。本紙付録は保冷保温バッグ&レジャーシートのピクニックセット。2冊目はインレッド10月号、
来館者プライス960円、肩掛けできるジャーナルスタンダード7つの機能付き整理上手トート、それでは開けてみましょう。箱オープン。わあ、素敵です。大きいですね。サイズは高さ28センチ、幅35センチ、まず 11.5 センチ。しっかりしていて、型にかけるのにちょうど良いです。紐がすごく良かった。しっかりしてるから、そこも幅が 11.5 センチあるのでたくさん入りそうです。うちわや A4 書類が入る大きめサイズだそうなんで、商品を入れても安心な10ファスナー付き、500ミリリットルのペットボトルが入るポケット、入れたままタッチできる交通系 IC カードポケット、リップなど細長いものを入れられる縦長ポケット、折りたたみ傘やペンライトを立てたまま入れられるホルダー、内側が3層構造で荷物を整理しやすい、荷物を仕分けられる3層構造&10ファスナー、それでは検証してみましょう。入るかな？ペットボトル。入りました。ぐんぐんくると。よかった。入ります。IC カードが入れられるっていうのどっちかな？あ、次号の付録は違う4つのインレットが発売、10月7日発売、11月号特別付録スヌーピーハグしたくなるふわふわクッション、11月号増刊特別付録ウッドストックパスケースとリール付きぬいぐるみポーチ、リップクリームなどを収納でき、カードも入ります。宝島チャンネルにて販売、11月号特別号増刊特別付録チャーリーブラウン一緒にリラックス
ワンファクション、ローソン HMV にて発売。11月号特別号特別付録、チャーリーブラウンパスケースとリール付きぬいぐるみポーチ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。ありがとう。また見てね。